川越市自転車シェアリングシェアサイクルの返却方法について、返却するステーションのラックに駐輪します。ラックに空きがないと駐輪できません。事前にアプリから返却予約ができますので、ご活用いただくと便利です。川越駅などラック内でなくても返却できるステーションもあります。サドルの下にある鍵をかけます。ハンドル中央にある液晶パネルの電源を入れます。リターンのボタンを押し、返却1を選択します。返却完了と表示されると返却が完了となります。返し忘れがないようにアプリで利用完了になっているかご確認ください。